どうもアルティメット高校のサミーと友達です。友達ののんちゃん、今日はキング&プリンスのねコンサートがあるんですけど、グッズだけを買いに来たんだよね。当たらなすぎて。のんちゃんはファンクラブ入っててで応募してくれたけど結局当たんなかったんだよね。でその後一般応募があって、電話もうちのお父さんも500回ぐらいかけたけど繋がらなくてもう全滅しました。でその後なんだっけ、なんとか席、制作開放席、そう制作開放席っていうののメールがね、メールすら送られてきてなかったんだよねというわけで私は仕事を午前中で切り上げてグッズを買いに新横浜まで来たんですけど、ちょっと全然会場がわからないんだけど、グッズはね、なんかさっきツイッターで見たらグッズ列なしみたいな。ただでも今電車降りたらすごい人がいたから、もしかしたらあるかもだよね。ちなみに誰さんですか？レン君です。レン君、永瀬レン君。永瀬レン君です。永瀬レン君のどういうとこが好きなの？全てが完璧にかっこいいと思う。全てが完璧にかっこいい。だって横顔は最高じゃん。出ました、やった、ついに、ついに発見。はい、というわけで帰ってきました。もう早速もう始まってるんで、じゃあまず今回のね、いや疲れたね、本当に疲れたよ私はもう疲れたよ。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ仕事してからね、横浜アリーナの方にのんちゃんと一緒に向かったんで、今旅行って言いかけた、旅行行ったんで、旅行に行ったんではい、じゃあまず何から紹介していこうかな。まずグッズ全部買いましたとりあえず新横浜駅に着いて、そこから歩いてって、なんかグッズ販売こちらですみたいな感じで出てるんですよ。でその矢印の方向に進んでいったら、もうねグッズ売り場がバーってあって、なんか現金での支払いとクレジットカードでの支払いで分かれてて、でその現金の方どのくらい入れちゃった？だいぶあったよね。普通に30人ぐらいレジのお姉さんが並んでて、全然なんか並んで買うみたいな感じじゃなくて、もう空いてるレジからどうぞみたいな。ピンク色の服着てたね。あ、そうそうね、そうだね、元気くん意識してそうね、うん、よはしくん意識してるかもしれないね私グッズをね、とりあえず全部買おうって思って全部買ったんですけど、スタッフのお姉さんに「あ、全部ください」って言ったら「あ、うちわですか？」みたいに言われて、「うちわ全種類ですか？」みたいな感じで言われたんだけど、「あ、いや、あのグッズ全部お願いします」みたいな感じで言ったら「あ、全部ですね、あ、わかりました」みたいな感じで、めっちゃ引いてるよみたいなって感じで買ってきました。じゃあまずうちわからいきます。うちわは全12345種類ですね。じゃあこんな感じ、あ、ちょっと白飛びして見えないかな。永瀬廉くんのうちわ、これね後ろもね結構可愛くてね、こんな感じ。今回のはこういうなんかお花柄のやつなんだけど、すごい六花亭感が六花亭感がすごいうちわです。これ永瀬くんね、一番持ってる人多かったかな、平野翔くんの。絶対帰ってくる人気ナンバーワンね、持ってる人多かったです。これはね後ろが赤い花になってますね。じゃあ次、高橋海人くん、これ結構ビジュアルいい、とてもいいです、かっこいいです、イケメンです、イケメンです。はい、これ後ろは黄色ですね。まあこの後ろの花はメンバーカラーみたいになってますね。で岸くん紫で、神宮寺くんですね、これは青。岸くんの眉毛が好き。もう一回言って。眉毛が好き。岸くんの眉毛が好きなのねじゃあ永瀬くんの好きなとこ、左側の横顔が黄金比率高いところ。なんか正面だけど、正面だけどかわいい、目見開いてる、目大きい、かっこいい、さすが、なんだっけあれ、国民国宝級イケメン。岸くんは前髪上げてる方がかっこいいよね。うん、それはねわかるわ、前髪上げてる方が似合ってる感あるわ。もう茶髪の感じがもうチャラい感じがして可愛い。ジンくんかっこいいわ、マジ彼氏感あるよね、国民的彼氏感がすごい。全5種類ありました。税込み600円で売ってます。でも前までは1人5個までだったのかな、1種類につき5個まで買えたらしいんだけど、今は1人3点までしか買えないみたいなので、はい、私はとりあえず1種類ずつ買いました。はい、じゃあ次、フォトセットは個人のが5種類と、あとは集合のが1種類あります。それぞれ5枚ずつ入ってます。じゃん、永瀬くん、これもね5枚入ってます。ただ今は中身開けないので、もし気になる方がいればね買ってください。平野くん、岸くん、この茶髪な感じすごいかっこいいと思います。
高橋海斗、はい、これは神宮寺くんですね。この、個人ではそれぞれ1種類ずつありまして計5種類、はい、集合写真のやつ、これも800円ですね。全部で6種類のフォトセットがあります。はい、じゃあ次これリボンの形をしてるヘアゴムなんですよ。ただね、ちょっと長い長い、わかる、わかんないかな、長い長いよね、すごい六花亭感すごいの。これもこれが1000円です。じゃあ次スウェイポーチ、こんな感じです。こんな感じですね。透明なアクリルポーチ的なやつかな。一緒にこれもついてます。肩掛けできるっぽいね。なんか携帯とかちっちゃいお財布とか良さそうじゃない。あとなんかプール行く時とかめっちゃいいと思う。はい、こちら1200円です。クリアファイル、まあこれ岩橋くんいないのがちょっと残念なんですけど、まあ5人が写ってるクリアファイルですね。これ後ろこんな感じ、六花亭感が満載な裏です。クリアファイルってどうしてもなんか保存用と使う用で分けたいんで、ちょっと2個買っちゃいました。はい、ポスターいきますか。はい、ポスターいきます。ポスターいくらだっけ。ポスター800円。ちょっと開けんのがね嫌なんだけどね、開けてみたいと思います。結構大きいかも。あ、結構大きい、結構大きいです。800円でこれなら良くない。じゃーん、でかっ。ちょっと高級感のある衣装。あのね、生地はね、CD の特典みたいなアクリル系じゃないんだけど、クリアポスターみたいな感じではないんだけど、まあしっかりしてる感じですね。はい。はい、あとはちょっとすごい白飛びしてて見えにくいんですけど、パンフレットですね。コンサートツアー2019のパンフレットです。こんな感じです。なんか、カレンダーの時みたいなね、カレンダーの時みたいな感じね。すごい、見たい、すごい、みんなかっこいい。見せて。それはダメです。さっきのポスターの一人一人の写真みたいなのが載ってて、さらにコメントが載ってる。しかもすごいドアップな写真が載ってる。毛穴探せるんじゃないかぐらいのドアップな写真が載ってる。写真集並みですね。マジで近い Q&A みたいな感じで、花にまつわる思い出はとか、これから開花させたいことはとか、いろいろ書いてあります。あとはキング&プリンスで良かったなって思うこととかね。集合写真も載ってるし、読むところもあり写真集みたいな感じです。じゃあちょっとだけ、いや、ほんと横が大きいね。はい、はい、という感じですね。こちらがパンフレットになります。ただ私開けてしまったので、こちら保存用でもう1枚買ってきました。2200円税込みです。それを私2つ買ってしまったので4400円ですね。はい、ありがとうございます。で、私ちょっとグッズ買いに行ったのが初めてすぎて、もう本当に初心者すぎて申し訳ないんですけど、あのね、何も持ってってなかったの。本当にお財布しか持ってってなかったんだよね。絶対並ぶだろうなって思ってたから、とりあえず飲み物とお財布、肩掛けのお財布だけで行ったんですよ。そしたらなんかグッズ買ってそのまま渡されて、あ、どうしようどうしようみたいな、入んないんだけどみたいな、入んないんだけどカバンにってなったの。なんとね、ショッピングバッグがあったんですよ。こちら1800円だったかな。1800円です。はい、ショッピングバッグ1800円です。これはあのさっきのパンフレットと同じ柄だね。はい、こんな感じ。ただ後ろはね、後ろは白い無地なんだけど、ここに花があります。まあ、白で結構シンプルな感じですね。グッズ全部入りました。ここ閉められるんじゃないかな、キュッて。巾着袋、そうそうそう、キュッて閉められます。でもちょっと白いから汚れやすいかなっていうのはある。じゃあ次、じゃーん、 T シャツ。これはサイズ1種類しかありませんでした。2800円です。じゃーん、ちょっと大きい、ちょっと大きいけど、まあまあまあ着れそうな感じですね。でも男の人でも着れるようにワンサイズしかないんじゃないかな。サイズ聞かれなかったんでこれしかないです。このね、肩のところに今回のツアーのプリントがしてあります。え、ハート入ってるんだ。ハート入ってる、ハートが入ってるらしい。ここと紫はここでしょ、青は目のところと、黄色はここと、白はここで、ピンクがここに。へえ、初めて知った。マジで。裏はこんな感じです。裏面のこの花の中にもハートが入ってるみたいですよ。あとはここにキング&プリンスコンサートツアー2019っていうのが書いてあります。最後はこちら、今回のツアーのペンライト。はい、こちら1800円になります。プリキュア感がすごい。美容系 YouTuber みたいにこうピントを合わせるペンライトにピントを合わせる。はい、こんな感じですね。はい、通常の明かり、これはついてない時ね。はい、一回押すと、これ赤ですね。平野くんのカラー、シンク。これは永瀬くんは黒な、漆黒なんだけど、黒がないので、ペンライトでは白ですね。はい、これ、高橋海斗くんのひまわりイエロー。
これは紫かな。紫。はい、これ紫ですね。ちょっとピンクと分かりづらいけど紫だと思います。はい、これターコイズブルーで、ピンクもちゃんと入ってるんですよ。濃いピンク、はい、濃いピンクもちゃんと入ってます。以上6色。ちなみに前回のはこういう感じで、あのミラーっぽくなってたんですけど、今回のはね、かわいいよね。今回のは、ハートですね。ちょっとここに王冠が乗ってるっていうタイプのやつになります。明かりって一緒なのかな。あ、さっきゃ、あ、一緒だ。あ、ちょっと違う。青、青が違う。青が違う。はい、こんな感じでレシートにもね、ちゃんとかわいい印字がされてます。レシートも捨てらんないじゃん。そこだけ残してノートに貼ろう。ここだけ残してノートに貼る人いる？はい、じゃあね、結局私めちゃくちゃ買ってしまいました。今回2個買う予定なかったのに2個買うっていう、そのね、場のノリが怖かったっす。King&Prince のツアーの靴はこれで全てになります。ただ私はあの保存用としてペンライトももう一個買ってしまいましたし、あとは保存用として、パンフレットも買ってしまいましたし、クリアファイルも買ってしまったので、値段がね、合計2万5000円のお買い物をさせていただきました。全部買ってしまった。結局全部買っちゃったのはおかしいな。私たちはライブに行けなかったので、ちょっとこれからカラオケに行ってね、ペンライトを振り回したいと思います。イエーイイエーイイエーイ。しよしよしよ